進めたいと思います。それから基地問題について、いよいよもうこの基地問題も再開したばかり でですね、ボーリング調査も縮地に調査に入ります。入った場合ですね、これは再開をして10月にまた本体工事に入る政府というのは着工する予定になっているんですよ。これはこの基地を進める意味で政府はどんどん仕事をしていくと思うんですが、知事、このボーリング調査を再開するにあたってね、これは知事は止めることができるんですか。町田地域公室長。はい、県としてはですね、辺野古新基地は作らせないというのを県政の運営の柱にしておりますので、あらゆる手法を駆使して辺野古に新基地は作らせないよう取り組んでいきたいと思っております。はい、あの辺野古の取り消しをするに至ってですね、これから鉄筑区が必要ですよね。知事が埋め立てを承認取り消した場合、国が行政体の立場、国交省が、是正の指示、国地方の解消処理委員会によって審議が行われます。国に主張の認めた場合、勧告を認める場合ではですね、県は廃止をしなければならないんですよ。その辺はどういうふうに思いますか。休憩します。再開します。町田知事公室長。はい、現在聴聞手続きをしているところでございます。この聴聞の期日は、今月の7日になっておりまして、その期日後に知事は、判断をすることになります。その知事の判断した後に、国がどういうふうに出てくるか、これについては私どもとしてもまだ、承知しておりませんので、この国の対応に応じて私どもも、法律的な、手続きを取っていくことになろうかと思います。はい、新垣議員。委員長、国交省が勧告をしてですね、県が従わない場合は国が訴訟を起こします。国の主張が認められた判決が出た場合には、国交省がですね、代行、代執行するんですよ。取り消しの。こういう順序で進むんじゃないですか。皆さん想定してるんじゃないですか。いかがですか。町田知事公室長。はい、議員ご指摘の今の手続きにつきましては、地方自治法に基づく是正勧告代執行手続きだと思います。その手法も、国の出方の一つの手段として、我々もいろいろ想定しているところでございます。新垣議員。行政の専門家、弁護士などからあらゆる方からからいろんなお話を聞いてみますとですね、国は敗訴、県は敗訴すると、もうこういうような手続きになっているんですよ、ね、皆さん裁判、もしこれから訴訟して裁判になるとどのぐらいの期間見ていますか。町田知事公室長。訴訟の期間につきましてはですね、これはお互いの、証拠を出したりする手続き、あるいは証人の喚問の手続き、あるいは裁判所がどのような訴訟指揮を取るのか、そういう諸々の点について影響しますので、どれぐらいの期間かかるかは予断を持って、想定することは難しいと思います。井上議員。訴訟、最初はこっちから訴訟してさあ裁判になってさあ勝つか負けるは分かりませんが、いずれにしてもこれ今の情報を聞いた場合には、県を敗訴するというのが大方なんですよ。専門家の言い分が敗訴した場合にどうしますか。町田知事公室長。私どもとしては、勝訴するように全力で取り組んでいきたいと思います。新垣議員。そうするようにやってるつもりだと思いますが、やっぱり法律には関与ませんですよ。国には関与ませんですよ。国はそれなりのですね、日本に関わる根幹のことをやってるわけですから、さあ敗訴した場合には誰が責任取りますか。
休憩します。再開します。上田知事。お答えいたします。先ほどから皇室長が答弁しておりますように、私たちも一生懸命にですね、弁護士ともですね、打ち合わせして、それなりにですね、勝訴するようにですね、戦ってまいりたいと。そして、辺野古にはですね、新しい基地を作らせないという気持ちでですね、決意で頑張っていきたいと、こう考えています。新垣議員。先ほども申し上げたいんですが、県は頑張って基地を作らせないというんですが、大方のですよ、この行政の専門、あるいは弁護士さんなんかですね、もう時間の問題だと、県は。そういうふうに言ってるんです。ですから、廃止させた場合には誰が責任を取りますか。アギラさんじゃとってもいい。休憩します。再開します。上田副知事。先ほどから答弁しておりますように、まだこれは現実的にですね、まあ家庭でありまして、そうしたらどうしますかという家庭の話でありますから、私たちもですね、まあ勝訴するようにあらゆる弁護士とですね相談をして、頑張って戦っていきたいと、もし勝訴になればですよ、戦っていきたいとそう思っております。時間です。頑張ってください。